日本東京都台東区下谷下谷は東京都台東区の町名。または旧東京市下谷区の範囲を指す地域名である。東京都台東区のおよそ西半分を範囲とし、江戸、東京の下町を構成している地域の一つである。下谷は浅草、本所、深川と並ぶ東京下町の外閣をなす。むね東京旧市内で、 高台に比べて H を多く占める旧区分を下町としている。そのため、旧下役に属する下谷地域は下町にあたる。浅草区との合併後も住居表示の実施以前は、下谷町と旧下区内大半の町が下谷を干渉していた。区画ごとに住居表示実施による正面変更を行ったため、旧下区と、 旧浅草区との境目を一目で判別するのは難しくなっている。現在においては、町会、警察署や消防署の管轄などで、当時の区、境や町境を継承している。東京下役、明治43年、荒川氾濫により、水害が発生している。縄文時代まで、上野の高台以外は広大な湿地が広がる場所であった。 荒川や利根川からの土砂が堆積しり口化する。明治時代には、従来の下屋以外の谷中や上野の高台も含めて、東京十五区の一つ、下屋区となり、この地も全域が、下屋区の一部であった。第二次世界大戦では、空襲により多大な被害を受ける。上野駅から、岡地町駅にかけての高架沿いには、戦後の混乱期に、雨や横丁ができる。 びっくりした屋の広の理事と、恐れ入屋の岸守神と並んで有名な地口になっている。この広の理事はかつて下屋にあった。下屋という地名は、上野屋湯島といった高台、または、上野大地が忍が丘と称されていたことから、その谷間の下であることが由来で、江戸時代以前から、下屋村という地名であった。本来の下屋は、下屋広高寺あたりで、現在の下屋は、 旧坂本村に含まれる地域が大半である。ちなみに、旧地名の坂本の由来については、寛永寺のモデルとなった、延暦寺登録にあった、門前町坂本にちなんだとする説があるが、寛永寺が創建された、現那年間よりも以前の天正年間にはすでに、坂本の地名が存在したとする説もある。台東区下屋地域内で台を重ねた住人は、下屋子と呼ばれ、 江戸っ子の代名詞となっている。下屋に限らず、東京下町の各所で、この呼び名を好んで使う傾向にある。その理由の一つとして、江戸時代から継続して、江戸城下町で代を重ねている住人が極めて少数となってしまい、江戸っ子という単語が徐々に使用されなくなっている実情が挙げられる。昭和通り沿いに町が開けており、台東区北西エリアを管轄とする、 行政機関が集まっている町である。現行行政地名は、下谷1丁目から下谷3丁目。郵便番号は110-0004。下谷地域の北部に位置する。旧下谷金、杉町、下谷坂本町などが、住居表示実施により採用。下谷地域、区名が由来である。旧来の下谷にあたる。現在の上野が、 住居表示実施のため消滅。下谷町と下谷を干渉していた町も相次いで町名変更。そのため歴史ある下谷の地名を絶やさないために町名として採用され、現在に至る。2020年12月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。